猫の恩返し、猫の恩返し、猫の恩返しは、スタジオジブリ制作のアニメーション映画。監督は、森田博之。2002年に、キブリーズエピソード2と、同時上映で公開。スタジオジブリの作品、耳をすませばの主人公である、月島雫が書いた物語という位置づけのスピンオフ。猫の男爵バロンと、ムーンが2作に共通して登場する。 宮崎駿のリクエストを受けて、平い葵が描き下ろした、コミック、バロン猫の男爵を原作とする。バロンの声を担当する声優は、主人公とのバランスを考慮し、耳をすませば、の梅口茂から袴田義彦に変更された。また、耳をすませば、で、月島雫の声を担当した、本名陽子が、クラスメートの地下役を担当している。 耳をすませばの直接の続編ではないが、月島雫が書いた物語という位置づけであるため、実質的には続編に近く、続編は作らないという方針を取るジブリが試みた、唯一の続編相当作品でる。キャッチコピーは、猫になっても、いいんじゃない。糸井石毛里。日本国内の工業収入は64.6億円で2002年の、方が1位。 DVD と VHS を合わせたビデオグラム出荷本数は2007年5月時点で72万本。女子高生、吉岡春は学校に遅刻したある日の放課後、ラクロス部である親友のヒロミと家事についていた。道中、何かを加えた見かけない黒猫がトラックにひかれそうになるのを目撃、とっさにヒロミのラクロスのスティックを使って助ける。助けられた後、 その猫は日本語で礼を述べ、二足歩行で歩き去る。実は彼は猫の国の王子、ルーンだった。その夜、母親に猫が話したと告げた春は、幼い春が白猫と話したと口にしたというエピソードを聞かされる。その夜中、猫オーラ猫の国一行が現れるんを助けたお礼として、目録をもらう。翌日、 猫の国からのお礼が届くが、ヒロミへの大量のスティック、家の庭いっぱいの猫じゃらし、またたび、ネズミといった猫しか喜びそうのない白物ばかり。さらには春についてくる大量の猫たち。放課後、ヒロミの掃除当番を代わりごみ捨てに行くと、思い人である町田が彼女と思われる人物と歩いているのを目撃。その直後に猫を乗けらい、ナトルが春の元を訪れる。 私は、猫じゃないから猫じゃらしもまたたびも嬉しくないと文句を言う春に、それならば、猫の国へご招待いたしますとナトルは答えた。さらに、猫王は春をルーンの日にしようとしていることも伝える。春はそのことに慌てて、ナトルを引き止めるが、ナトルは、今夜お迎えに上がりますと言い残し去ってしまう。猫のお嫁さんにされちゃうとパニックになる春に、どこからともなく声が聞こえた。 その声によると、猫の事務所を探して、十字街にいる白い大きな猫が教えてくれるからとのこと。学校の帰り道、春は十字街で白い大きな猫、ムタに出会い、ついてきなと言われた春はついていくことに。ついたのは、不思議な街で、そこにある小さな家の猫の事務所で、猫の男爵番と心を持つカラスのガーゴイルトとに出会う。無枠、猫の国は、 自分の時間が生きられない奴が行く場所で、それを聞いたバロンは春に自分を見失わないようにと、悟す。猫の事務所にいるとき、突然現れた名取率いる猫の集団に、春は連れ去られてしまう。そして、春とムタは、バロンやトトと離れてしまい、猫の国に連れ去られる。そこで、春は、ルーン王子と結婚することを決められてしまい、猫耳や尻尾が吐いて、猫にされてしまう。 泣く泣く猫の国の城での祝宴に参加していた時、春は仮面の気公誌に噴したバロンに助けられ、白猫、雪の手引きにより建物から脱出、塔の頂上に行けば元の世界に戻れると知り、ムッタと共に迷路の堀を攻略する。迷路を阻む壁の張りぼてを倒し、塔を登っていくが、中途で猫をが塔の下半分を爆破し崩壊させたため、追い詰められる。 その時、帰ってきた、ルーン。そして、ハルを、猫の事務所に導いた声の主、ユキにより助けられる。そして、ユキは昔ハルに助けられたこと、ルーンと結婚することを告白。ハルはそのことを心から喜ぶ。諦めきれない猫王はハルを、自分の日にしようと進めたが一周され、怒って暴れ出し、バロンに勝負を挑む。結局、猫王が敗北したものの、 塔の頂上からは、春の悲鳴が、塔が崩壊していたため、出口は人間界の上空の荒らぬところに繋がっていたのだ。無駄と共に落下していく春。しかし何とか間に合ったバロンの指示で体制を立て直し、ついに都と率いるカラスたちに助けられながら、人間界に帰還する。学校の屋上で、春はバロンに告白する。バロンは寂しがる春に、 また困った事件があったら猫の事務所の扉は開かれると言い残して去る。春は感謝の気持ちを叫び、日常に戻るのだった。当作品の放送を行う際、上映時間が75分と短く1時間55分の映画番組では放送時間が大幅に余るため、CM の本数を増やしたり、作品の放映終了後に、 最新映画情報などを長めに扱い時間の埋め合わせを行うのが常である。2016年11月18日放送の回では、劇場公開時に同時上映だったギブリーズエピソード2を一緒に放送する二部構成とすることで時間の穴埋めが図られた。なお、テレビでギブリーズエピソード2が放送されたのはこの時が初めて。なお、 ジブリ作品ではエンドロールも含めてノーカットで放送されるのが原則となっており、当作も例外ではなく初回から4回目まではノーカットで放送していたが、この回の放送では例外的にエンドロールがカットされた。また2018年8月24日放送の回では翌日放送の24時間テレビ41愛は地球を救うに合わせて、 マラソンランナー等の出演者が思い出のジブリ作品を語るコーナーが放送されたため、前回に続いてエンディングが途中カットとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。